フランチェスコ・サベリオ・アルタムーラは、イタリアの画家である。イタリアの歴史を題材に描いたロマン派の画家である。イタリア南部のフォッチャに生まれた。エスコラピオス修道会で医学を学ぶために、ナポリに移り、ナポリ美術アカデミーの夜間コースで、絵画も学んだ。美術アカデミーで学んでいたドメニコモレリに美術に、専念するように進められ、ナポリの歴史画家、ミケーレデ・ナポリの元をしばしば訪れた。 中世の結婚式熱心に歴史画を描き、1847年に奨学金を獲得してローマに学ぶことになったが、1848年革命でナポリのサンタ・ブリジラ教会に立てこもって戦い、王室に対する陰謀罪で死刑の判決を受けて亡命をしなければならなくなった。1848年にラクイラに移り、1850年にフィレンツェに移った。 フィレンツェでは、マッキア派と呼ばれることになる芸術家が集まったカフェ・ミケランジョロに出入りし、1851年にフィレンツェの展覧会に出展した。1855年に、ドメニコモレリ、セラフィーノ・デテボリと万国博覧会を見るために、パリを訪れ、新しい美術の動きをフィレンツェに持ち帰り、マッキア派の誕生に貢献したが、 アルタムウラ自身は歴史を題材に描くことを続けたが、風景画も描くようになった。セラフィーノ・デティボリア・ロレンツォ・ジェラーティトとトスカーナの村、スタッチャで風景を描き、スタッチャ派の一人ともされる。1860年に、ジュゼッペ・ガリバルディの義勇軍と共に戦い、ナポリに戻った。その後ナポリの市議会議員などを務め、政治活動を続けた。1861年に、 フィレンツェで開かれたイタリア統一後最初の展覧会に出展し、いくつかの建物の壁画も描いた。1867年からナポリで暮らすようになった。ありがとうございます。